どうも、3年ぶりの漢検1級を受けて今帰ってきた系芸人のキクリンです。はい、ということでね、3年ぶりの漢検1級試験本日受けてまいりましたよ。ねえ、もう疲れましたね。まず朝まで勉強してさ、もうまあもう悪あがきですよね。悪あがきでいっぱい勉強してテスト受けて疲れたなって、その足でそのままバイト先に行くというね。バイトですよ、そっから、ね、バイトして終わって帰ってきての当日の深夜ですよ、これね。漢検受けてきました。問題はね、まあ、見せていいのか分かんないんで、まあ、とりあえずね、受けてきました。ということで今日はどんな動画をやるかって言いますとね、これはあのまああれですね、感想戦ですね。将棋で終わった後になんかいろいろ語り合うやつあるでしょ、あれみたいなもんでね。3年ぶりの漢検1級試験の、感想と今後の話とかもしましょうかね。まあ、とりあえずね、ずっとこれは予想通りなんですけど、やっぱりこの3年間で、問題難しくなってました、ね、これ特に今回は間違いないですね。いろいろツイッターで調べてリピーターの方のセリフっていうかツイッターの書き込みとか感想とか見る限りでも、今回相当難しかったんじゃないかと、ね、まあ、僕が受けた中で歴代で一番難しかったのは間違いないですね。これダントツですね。じゃあ3年前の段階で合格点から4点とか5点とかしか多くなかったね、ギリギリ合格だった私がそんな難しいって言ってんだから確実に落ちてんじゃないかっていうと、あれですよ、私はそれを見越して勉強してるわけですからね。今までの勉強の仕方では通じないだろうなっていうのはもう織り込み済みで、3年前の時よりも勉強の範囲を明らかに増やしていきましたね。だから対策はしていきましたが、さあそれを、想像を超えるぐらいやっぱり難しいってとこはありましたね。まあ、結果に関してはまだわからないと言っておきますね。実際わからないですしね。一応埋めましたしね、埋めて、どうなってるかっていうのは答えを確認しなきゃわからないですけれども、ただ私これ個人的な方針でね、3年前もそうだったんですけど、自己採点はねしないんです。はい、これもう願掛けみたいなもんでね、自己採点自分でしようと思えばもう今でもできるんですけどもね、それはしたくないんですね。やっぱりこの結果が出るまでドキドキしておきたいっていうのがあるじゃないですかね。皆さんもぜひドキドキしてください、ね、結果が出るのは、11月の中旬って言ってたかな、11月の中旬ぐらいに、ネットで発表されて、私がその番号打ち込みと、結果が分かるのかな。でそれが分かり次第ね、動画撮って皆さんに報告しますので、それはぜひ楽しみにしてほしいんですけどね。まあ難しかったら間違いないんですけどね、何が難しいってね、まずこう過去問の比率が減ってるってことなんですかね。その本当昔とかはね、過去問やってきゃある程度できたっていう時期もあったぐらいなんですけど、やっぱ初めましてのものが非常に多かったですね。で今回はっきりしたのは、私が今までの動画で言っていた、いわば最短の、最小限の勉強範囲の努力で、ギリギリ合格を狙うっていう、つまり私が3年前にやっていた、いわば必勝法みたいなやつなんですけど、あれそのままはもう通用しないですね。これはっきりしましたね。何が一番違うってね、今までに私がよく言っていたのは、一番得点を確実に取りやすい四字熟語で貯金してね、全体で8割取らなきゃいけないんですけど、四字熟語で9割ぐらい取れるから、なんだったら10割取れるから、そこで貯金した分を使って、どうやって合格点の160点まで積み上げていくかっていうのは、四字熟語をベースに考えてるところがあったんですけど、その四字熟語はね、もう今回書き問題10個、読み問題、意味問題は5個なんですけど、全部で30点ね。この書き問題10個のうち、3個が、つまり、30% はね、漢検1級配当の四字熟語じゃないんですよ。ね。っていうことは、漢検1級配当四字熟語、今回私ね、その前の動画でいっぱい出しましたけど、あれを完璧にやったところで、8割取れないってことなんですよね。これはもう、今までと明らかに違うわけですね。私がやってた3年前なんか、多分9割ぐらいは1級配当でしたからね。で意味の方も9個中3個が、1級配当じゃないし、私初めましてですよ。見たことも聞いたこともないやつ3つ入ってましたから、これはねやっぱり今までの私が言ってた攻略法では完全にもういけないステージに入ってしまったんだなってのは分かりましたね。でそれをそうなってるだろうなってある程度予測してたんで、私が今回言ってたのはもう、これをやればバッチリだって考え方ではなくて、できるだけ多くの問題に触れてね、もうなんていうの、
とにかくもう分母、触れた分母を触れて、その中から当たるのかどうかっていうのはまあ分からないけれども、当たる確率が上がってきますよね、自分の触れる問題が多ければ多いほど。ってことで、いっぱいの問題を出してくれてる漢字提出さんってサイトを使わせてもらうって言ってたんですけどね。まあ、それでもまあもっと多くの問題に触れとけばもっとね悠々ね、楽に合格発表見れたんじゃないかなと思いますけれどもね。やっぱ勉強、そうですね、これからもし、一級受けるって人はですね、やっぱもう数触れるしかないですねって思いましたね。まあ1ヶ月後ぐらい、そのちょっと手前ぐらいにネットで結果が分かるのを踏まえて今後の方針も決めますけども、まあ、とりあえず今せっかくねここまで勉強が仕上がってはきてるんで、まあ、結果出るまで、まあ、少なくともキープはしていくようにします、ね、でそこで点数が出て、その点数によって今後僕がどうするかっていうのはちょっと考えてみようかなと思いますね。はい、受かってたら受かってたらでいいし、点数がもうね、わかんない、自分が思ってる以上に足りなかったらちょっと今後考えもんだなってのもあるかもしれないしね。はい、ということでちょっとまとまりのないね動画になってしまいましたけどね。そうですね、とにかく3年前とはもう質の違う次元に到達してましたね、今回はね。あとそうですね、まあ、今回ちょっとせっかく問題あるんでね、まあ、ちょっと振り返ってみますと、そうですね、まあ、僕的にはね2枚目相当難しかったですね。1枚目の四字熟語もかなり今回やっぱり1級配当以外出てるっていうのもあるんですけど、まあ、当て字ね、もう当て字もこれもう初めまして結構ありましたね。あとはそうですね、故事成語、故事成語はね、そうだな、まあ、まあ、どっかでチラッと見てるんだろうけども、いかにもおなじみのってのは少なかったですね。で、文章題、文章題はねちょっとね、今日急に寒いんでね、文章題はね、そうですね、書き問題難しかったと思いますね、これね。まあ、だから答え見てないんでね、一応音に当てはまるやつ書きましたからね難しかったと思いますね、これね。これどう対策していったらいいのかなっていうのはね、もうだから範囲は無限になったんですよ、本当に。で本当にね、攻略法らしい攻略法を一回失ったって感じしましたね。うん、でこれから攻略法をもう一回構築していかなきゃいけないって段階に入ったのかなと思いますね。まあ、それもこれも、まあ、1ヶ月後の結果見てからですね。はい、ということで、とりあえず現時点まで応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。そして一緒に勉強してくださった、私の動画を使ってくださった方もいたらしいね、本当に、コメントとかもいっぱいもらいましたんでね、ありがとうございます。まあ、今回3年ぶりに受けてみて分かったことは、攻略法にもアップデートが絶対に必要だってことが分かりました。うん、今までのやり方でこうやれば受かるよっていうのは、合格者ずらして言うのはやめます、ね、今の一級は今の一級のやり方でやんなきゃいけないよっていうのが、分かりましたね。はい、ということで、まあ、結果は11月の中旬以降ということで発表させていただきますので、それまで楽しみにしてください。以上、漢検一級の恐ろしさを改めて知った芸人キクリンでした。むずい。